分間最強を決める格闘技イベントブレイキングダウン、ブレイキングダウンに出場して敗れ、喧嘩3前線無敗の伝説に終止符を打った所沢のタイソン、琴久保博美が11日、自身の YouTube チャンネルを更新。警察官から職務質問を受ける動画を投稿した。車のドア越しに、今、防犯警戒で持ち物とか確認させていただいていいですか?と言われると、俺のこと知らないの。いいけどさ。俺、めったに職質とかされないんだけど。俺のこと知らないってなかなかよ、と、ぼやきながら、ポケットの中やカバンの中の確認に協力。その後、警察官から YouTube とかで、と、知っていたことを明かされると、知ってんでしょ。知ってんだったら、いいじゃねえかよ。所沢のタイソンって知ってんだったら、と怒りをにじませつつ、協力的に応じていた。その後は、久々だわ、職質とか。みんな俺のことわかってるから、職質なんかしてこないのよ、と、和やかに警察官と話していた。以前、職務質問の動画見たことあるのだけれど心底驚いた。沢山さまざまな人が挙げていて、一つのムーブメントでしょうか。子供に警察官が反撃されているのもあり、警察官もたまったものではないと思いました。いいのか悪いのかわからないけど、少し異常な状態ではあると思いました。よく職務質問に対して抗議をする動画を SNS にアップする人の特徴としては、現在は真っ当に生きていても過去に犯罪歴ややましいことがあり、警察に対して恨みなどを少なからず持っているんだと思う。前科があったり、職務質問になりうるような容姿、振る舞いをしているなら、一般的な社会で真っ当な人生を歩んだ人間に比べて確率が高くなることは必然であり、本人も更生しているのであればそれを背負っていくべきだと思う。知ってるからしないとかのルールはない。とにかく、職正した方が良いと判断したらする。逆にタイソンは俺のこと知ってるならしないでしょって。アウトローで売ってるのにこういったことでスルーされるくらい雑魚キャラにまで成り下がるつもりでしょうか。まあ職質する必要がないくらいに実際にしょぼくてビビリで雑魚キャラだと思いますし、イキリマッチでそこそこ知名度が上がったからといって警察官が遠慮すると思ったのでしょうか。たとえプロ格闘家であろうと不審な行動をすれば職質されるのは当然のことです。むしろしっかりと仕事をしている警察官を称賛するべきことですよ。小物ほど自分が有名人っていうよね。朝倉未来をはじめブレイキングダウン芸人の皆さんは SNS のショート動画で見るまでは誰一人知らなかったです。初めて見た顔です。何する人か見た目で判断は悪いけど、公務員じゃないのは分かった。こんな人初めて見た。本当にこの人はみんなが自分のことを知ってると思い込んでるんだとしたら、ある意味すごいです。どんなに有名でも罪を犯せば逮捕される。芸能人でも歌舞伎役者でも会期中でなければ国会議員も例外ではない。喧嘩系スポーツで知られてるからって罪を犯さない保証はなく、むしろアウトローで売ってるならあって当然。警察官は五感、要は見かけや態度の作用で怪しければ職務質問を行える。